裏も、いや、あの裏はどのみち関係ないとこか。さあ、ラス親も、ここはもうサクッと上がって流したいところではあるんだが、このハイパイと。まあ、悪くはないんだけど、いや、悪いか。いいハイパーじゃないな。めちゃめちゃ悪いわけじゃないけど、うん、E1 切るか。確かに、シャーニューがあるね、これ、全然。シャーニューはあり得る。E ピンがドラ、あの、頭のせいでタンヤも狙いにくいっていう。なんか無理やりタンヤに行くのもありだけどね、こっから。はっきり言って。うん。それじゃないんだよな。タンヤも全然狙えるか。もうタンヤも狙っていっかな、これ、正直。ここの、だから、カンサンワン、カンウンあたり来たらもう泣いちゃって、で、E ピン切ってって、あ、これなんかもう E ピン切るか。でも、このドラの3運送は切ろう。危ない。あーって言ったそばと、からね、こうなるからね。うん、タンヤオだな、これ。タンヤオ全然いけるわ。E ピン切ります。受け皿を増やしていく。オッケー。リャンシャンテンにはなったか。ゴミ。だからさ、678ってないだろう。ああ、でもこの手合いならまあなくもないか。この地層はいらない。手出しの4万。あ、本当だ、もうテンパってたか。怖えなぁ。一発消し、さらに、やばい。あぶねえ。いや、もう正直さっさとさ、上がって終わりたいじゃん、これ。うーん。もうトップ取りに行かないと。ああ、そこでああ、ここでか。ここでか。これ正直パスだな。危険すぎる。降りるか。ベタ降りだな。メタ降りだな。え、今の佐々木の。What? まあ、とりあえず現物。ああ。お、ってことは、シャーニューか。シャーニューしていく。かろうじてまだトップ俺だから、1000点じゃきついわ。でも、ここでこのハイパイか。9死9敗あるんじゃないの？さっきのここのツモ次第で9死9敗だったよね。1、2、3、4、5、6、7、8。うん。これが、今手牌にあるやつ以外の、ロート牌だったら。今時間なくてちょっとなんか選んでる暇がなかった。さっさとだからお豆腐を泣いて。だからまあ3万点返しなんですよね、これ。白ドラ1とかで一応もう勝ちだから。これは正直もう泣かなきゃ話にならないというか。麻雀わかんないけど、とりあえず国士行け。
ああ、ゴミだな、これ。いらん。わあ、ゴミだわ、やっぱ。2着でしたね。2着。綺麗に3万点超えてきた。ただ、振り込んだのは1回だし、まあ、2なら全然いい打牌だったと思う。麻雀の動画ちょっと上げたいっすよね。もう一回やるか。もう一回さっきと同じルールで。で、一応個室 URL もう一回だけ貼りますわ、じゃあ。ちょっとスタンバってくれてる人たちに申し訳ないけど。一応ここなんですけど。クイアリアか、ええー、トンナン戦。下茶がね、3段で、レートが1800超え。あとみんな新人。またも捨て垢というか、一時的に。お、超いい手配じゃん、これ。ドラが重なっていくわけか。これいいね。これいいじゃん。これマジで3色あるな。3色ピンフドラニーとかで。いきなり1万2000円上がっちゃいます？ふざけんな。こうだな、でも。うわ、惜しい。でもさ、なんかさっきのさ、タコスいるじゃん、トンバに強いっていう。おっと、いいとこ引いてきたけど、これさ、俺ごめん、俺素人だからよくわかんないんだよ。これどうしたら、何切ればいい、これ。これ、リャンワン切ればいいのか、これ。リャンワン切り？わ、リャンワン切りだよな。リャンワン勝ちしそうだったか。うわ、やばい。やばい、これもう俺か。ただ、これは通る。おいおいおい。マジで、親じゃなくてよかった、本当に。ドラ落としキッズって何？まあいい、ハイパイか。赤ドラがめっちゃ乗ってんじゃん、これ。いや、だから、タコスのさ、なんかさ、試合前にタコスを食べると強くなるみたいな設定あるじゃん。でもどう考えてもなんかさ、麻雀は言うてやっぱりさ、運の要素も結構強かったりすんじゃん。
要はオカルトなんだよね。結構。みんなだから。オカルトだから、そうなんだろう、ま、なんつうの。タコ救えば強くなるみたいな言われて。俺はパチンコ行く前に、カツ丼食えばゴッと引けるんだぜって言ってるのと同じことだよなって思っちゃって。あ、タコ焼けでもいいんだっけ？タコがつくものは何でもいいんだっけ？でもそれって要はさ ねえ、ちょっとすごい話だよなっていう まあなんかちょっと薄いところだな、正直。これどうしよう、もうでもリーチか。リーチかけるしかないよな。トンもつかなければ、赤も1枚落としちゃうし。まあでも一応リーチドラさんで一応これで8000点あるから、いいっちゃいいのか。まあそうだな、8000確定だらな。わあ、もったいな。まあまあ、リーチ以外ないですね、今はね。あ、もちろんドラの3万円気づいてたけど、なんかもうちょっと贅沢にいけたかなと思って。割と楽に跳ねまんまでいけるかなと思ったんですけど。染めてんのか、ちょっと怖いな。当たり牌が同じ、あ、やばい。ひょっとしたら、なんかすっちーぴん、しもちゃが抱えてるとかってのはあり得るな。ああ、もうゴミかよ、マジで。ふざけんな、クソ。許されん。全員破壊してやる。これもうダブトン行きたいね。ダブトンドラさん。気 を一色。笑った。これも3万切るか。ここ E ピン切ります。まあな、確かにね。まあもちろん、ここでトーン引っ張ってこれでリーチかけれれば理想ではあるんだが、まあもちろん、ローソーとかパスソー、来てリーチでもいいし、めっちゃいい形だよね、これね。超いい形だと思う。おいおいおい、ふざけんなよ。もうこれリーチ。単ヤンを確定。これ上がれなかったらもう切断やな、これ。現物。えい
5%か。よし。継続。やられたらやり返す。当たり前だ。ごめん、9ピン入りだった。これ確かにな、パー、これ、想像の染めても、いや、ないね。トーン、こういうとき、まあ、でもこのトーン切っちゃっていいのか。ドラそばなんだけれども、9ピン切っちゃってるから。1、5、8ってあったら、8の方がいい。あ、そうなんだ。あ、これもトーン切っちゃおう。おい、早くね、マジで。おいおいおい、何やってんの？何やってんだ、てめえはよ。振り込んでんじゃねえよ。俺の親は流してくれてんじゃねえ。これ、純ちゃんもある手だね、これ。これ、純ちゃんは 加藤いけってコメントがあってんけどさ。これ、純ちゃんある手だな。ただ、もちろんそこにこだわってはいけなくって。勝たなきゃいけないから。確かにピンズの一通はあり得たかもしれない。バース。おっと、いいとこまた積もってきた。まあ、ここ3ピン切りで、いいシャンテン。まあ、いい感じやね。電話引ければ今一割そうですけど。リーチ一発妻ピンフ、純ちゃん三色イーペイカドラ千、千面二千です。これはね、切る、E1 切り。手代わりあるから、普通に。おいおいおい、もう早いな、マジで、こいつ。え、金の怖えんだけど。金の怖えぞ、これ。確かに、現物の E1 を切るってのはありだったかもね。ただ、勝負していくんだったら、今のとこ切っていかないと、あ、ここはもう E1 切りで。テンパりてえなぁ。ちょっとまたまで。ほんといいとこ引いてきたね、これね。どれば、レッチ
リーチ、一発、ツモ、ピソフ、ジソサショ、サソショク、ああ、やばい。来たー！しかも赤ドラ！ゴチでーす。サンサンク、サンク。ははは。ざまあ見ろ。俺相手にリーチなんかかけるからこうなるんだよ。三段 AT4 チ。何気にね、静かだけど、上茶がまだトップなんだよね。あいつ一曲目に一万に下がりやがったから。悩ましいけど、こうだね。おいよ、早いな、マジで。この親父に関してはちょっと正直、まあでも、こういう時に限ってさ、こういうのが来ちゃうわけよね。チーマンでも通るか。通るよな。なんか、ウーピンもなんか通りそうではあるし、正直。俺も現物のとりあえずリャンピン落としっていうのはあり得たけど、トーンはさすがに通るだろう。ドラとか引いてきたらこれもうやばいよね。ごめん、ちょ、ここはもうさすがに俺もバカじゃないから。さあ、ウーピンが重なっていきましたけども。ローソーも通りそうだよな。マジで？これウーピン通るよね、でも正直ね。ほら。確かちょっとまああれだよな、優柔不断というか、今の俺の打敗もうこの、まあ2点リーチかかっちゃったらさすがにもう折りだね。 問いそうとし、これはもうリーチかけてるもん同士で振り込み合ってくれないと困りますわ。やっべ。もう想像高すぎない？これ。あ、パーピン。わかんないんだけど。ごめん、今手滑った。ちょっと待って。怖え、今の。あ、ごめん、チーピン通ってんじゃねえか。チーピン現物だったわ。やばい、今のはもう死んでてもおかしくなかった。ちょっとな、寝ぼけてんな、俺。パス走が二つ、そうだったね。パス走が二人とも通ってたというか。マウスカーソルが一個ずれてたら と思うとちょっと怖いね。これはちょっと、これ切る。さあ、対面が、あ、ここはもう俺も特急券使って、即上がりに行く。これでまあ一応いいシャンテン。なんでみんなこんな早いの？てか。頭おかしいの？
下茶クソ早いよな、毎回毎回。何これ。わかんねえよ、こんなのよ。テンパイしたんだけど。わ。わ。な、これ通るか。これも通るでしょ。パーマンちょっと危ないけど、まあ通してみるか。おお、出た、ラッキー。これでかいな。これ超でかい、この上がり、正直。上がれと思わなかったもん。いや、でもなんか街なんだったの気になるよね、街。すげえ気になる。やつの、あ、これまたハイパーいいよ、これ。もうこれ単用でしょ。ちょっと後でパイフ見てみるか、後で。ピンズだったのかな？ああ、もうこれもう、リャンシャンテン？来た。イーシャンテンだし、これサブロック急走待ちとかで、バーンでいける。わあ、でも、ああ、でもごめん、ここ慣れちゃうとね、都合いろいろ悪い、良くないから。あれ、これはもうこうだよね。こうだよね。これやばいな。右のどっちか引いてきて、テンパイってなったら街がわかんなくなるパターンだ、これ。仮にサブロ急走積もってきてのリーチだった場合って、こう街わかんなくなるパターンや。236が街なのか。そうだよ。236か。236か。そうだな。236だな。来た。よし、そっちか。ここはもう、リーチで。まあ、高めでも、日給？二六か。ちょっと薄いとこ引いてきましたね、本当に。二六ね、二 六か。ちょっともう点数計算できないんでね。来てー！ゴール！ つって。いや、堅実な戦いができてるわ、今日。あ、またハイパイ、またハイパこのもう、はがっああ、でも、言うほどいいわけじゃないけど、まあでもいいね。すでにリアンシャンテン？
なんか早すぎるってマジであいつ。おかしないマジで。狂ってやがる。まあ確かに正直トム落としが一番無難だよね。トム落とすのが無難だよな。本当に勝ちたいなら。本当に勝ちに行くなら、まあ俺も3ピンとかちょっと切ってみたくなっちゃったけど。まあ仮にトム落としていって、これ単ヤオがつくんだったら、またそれはそれで結果変わんないけどね。結果と点数は。これは正直、とほほ。パーマ。いけ。うわあ、ほんと、いいとこ必須もんじゃ、もう勝負するか。お、それか。なんかしかも、割と綺麗な手だったよね。